Where are you guys from? I'm from America. America? Yeah. I'm from Japan. Yeah. 上手ですね、英語。ありがとうございます。2人に日本語は喋れる？日本語ははい。うん、日本語は大丈夫です。すごいですね。どんぐらい学ばれたの？大学は日本にできて、そうなんですか。勉強したから、5年前ぐらいから。大学のために日本に来た。そうです。2人の出会いは？あ、もう全然。ちなみにマッチングですね。マッチング多いっすね。なんか国際カップルで、ね、ちなみに何のアプリでした？バンブルっす。バンブル、なバンブル、うん、多い気がします。多分海外出会えるんですね。まあまあまあ何人か出会いました、外国の方。あ、まあそれまでデート行ったりはしてはいますけど、何人か付き合うまでには行ったのは今の彼女ですね。希望の星っすね貴重な人材っすね。どちらで英語を学ばれたんですか？大学の時に半年ぐらいニューヨーク州のシラキュースっていうところに留学行って、あとなんか学生の時暇だった時にバックパッキングしたんですけど、それで英語慣れました。今のお仕事は英語とか使ったりとかする？ああ、使います。バリバリ使います。バリバリ使うんです。 IT 系で、はい、日系です。日系なんですけど、エンジニアが大体外国の方だったりとかするんで。なるほどなるほど。出会って最初何したんですか、デートってくるの？最初でも2人ワインが好きだからワイン飲みに行こうってなって飲みに来ました。最初ワインを飲んで夜楽しんだ感じですか？まあまあまあ酔っ払いましたね。酔っ払ってそういう感じになったんですか？まあまあまあ初日から、まあまあ、まあそうですね、まあ、初日からいろいろ。なるほど。息があったんですね。実際付き合うまではどんくらいですか？この辺の定義なんていうんですか、わかります？デーティングの期間がバーってあって、日本とは大きく違います。オフィシャルになんとかみたいなところは特にいつからみたいなあんまりない。付き合ってんのみたいな聞かれて、ハブみたいな。もう付き合ってるんじゃない？聞いたんですね。私じゃなくて2人の友達がもう付き合ってるんじゃないのって。2人はどういう関係なのみたいな。そうで、なるほどなるほど。もう付き合ってるんじゃないかなって話して、特に期間とかわからないうちに、まあ2人でずっと一緒にいて長くなってるんですか？まあその手の方が主流でしょ、多分。うん、なんか自然だったからあんまりプレッシャーとかなくてよかった。どんなところに惹かれました？英語話せるのも結構大きいポイントだけど、お互いアウトドア系の遊びが好きで、キャンプとか行ったり、それに付き合ってくれる人なかなか見つからなかったから、今回楽しかった。この趣味だったんですか、キャンプ？そうですね、ハイキングとか好きで山行こうよっつって山連れてったら泣いてましたね。きつくて言わなくていいとこハイキング好きだから行けると思ったら、もう全然レベルが違いすぎて死にそうだったけど、歩けるからみたいな言ってたくせに気負ってました。いや、道間違ったのもあるんだけど、簡単な道行く予定だったけど、やっぱ共通の趣味あると仲良くなりやすいですね。そうですね、うん、多分山からだな。そうね、付き合いたいってなったのはその旅行かな。なんか相性とか良かったですか？いいんじゃないですか、多分。なんかそういう性的なものでもないよな。まあまあ不満はない。的な違いで困ったみたいな。特にない。海外に行ってたから、うん、そういうマインドもある。確かに珍しい。彼もアメリカに住んだことあるし、私も日本に住んでるから、お互いの文化結構分かってるから。こっちの方が日本人日本人してる。ね、私より全然アメリカ人っぽい性格は。かもしれない。ちなみに付き合ってどのぐらいですか？今半年。最初のデートしてから。今後2人どういう展望とか国際結婚とか考えらずに、特に関係ない。まあその人が良ければ。ずっともう日本では住まない。そうね、仕事もこっちだけど、でも一回ヨーロッパとかにも住んでみたくて、もう少し旅行してからどこに住むか決めたいんだけど、全然日本で住むことになったら問題ないです。自分も別に日本じゃないって言ってないと思ってないんで、もと海外で就職しようとしたりあったんで、あったんです。まあコロナでダメになっちゃったんですけどね。で今日系の企業入ったんで、人生なるようになるんで。新卒とは違う会社ですか？新卒で入るのが海外勤務のやつを最初選んだんですけど、卒業の年にちょうどコロナが日本に上陸してきたぐらいで、で全部飛行機とか止まったりとかして行けなくなったんですよ。なるほど。でまあ1年間ぐらいフリーターじゃないですけど、まあインターンとかやりながらフラフラして、今の会社に流れ着いたっていう感じです。おいくつです？今25です。僕23。手の相性聞いていいですか？なんて？そこマジ気になります。夜はどうですかって話。違いますか？なんか あ,
海外の方と。いい感じです。いい感じ。問題ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。Where are you guys from? From Ukraine. Ukraine? I'm from Japan. Japan. 今、おいくつですか？今日で20になりました。20? 今日で。おめでとうございます。ありがとうございます。外国人の友達が結構いる。2、3人。それで英語を喋れるようになった。そうですね。When do you live in Japan? I live here for half a year. Half a year? Yeah. What is the purpose? Technically, I'm here for studying. Studying? Yeah. Okay. You're a student. Yeah. Do you like Japan? Yeah, I definitely do. What, like...originally made you come to Japan? Originally I started learning Japanese in my country. Wow. Because I like Japanese music. But the reason that why I really came here is because of the war in my country. Oh yeah, yeah. So, yeah. What music do you like? I like the old Japanese rock. For example? My favorite band is Bakuchik. Bakuchik? Yeah. 僕聞いたことあります。I mean, I listen to a lot of music actually. Because I play music myself too. Oh really? And he too. Yeah. 同じバンドではやったことないですけど。別々の。別々で。Where did you guys meet? On Tokyo Fashion. Fashion Snap event. Oh, event. We actually from the same university. Yeah. Oh, same university. Yeah. But we didn't know on the day that we met first time. どちらの大学ですか？上智大学。上智、優秀だ。いや。じゃあ、そういう国際的な学部に？自分は全然経営学科で、日本語で勉強してます。将来はじゃあ、なんか英語を使ってなんかしたいとか、やりたいですね。なんか古着のバイヤー、海外でやれたらいいな。洋服とかに興味がある。そうです。バンドじゃなくて。そうですね。どっちかっていうと。Are you guys like dating couple? Ah, yes. How long are you guys dating? Month, yeah. Did you face any cultural difference? Oh. One thing, I think it's when eating noodles. Noodles? The sound. Sound? Japanese make sound when eating, but... Yeah. But in Europe... Don't do that in Europe.But I knew it even like when I came to Japan, yeah. I knew it already. Right. It was not a big problem for me or something. Kind of inappropriate in European yeah, countries? Yeah, it's like, it's not, it's a bit rude to do that. Okay. 変わったことありました。変わった？デートしてて、なんか日本人と違うなみたいな。いや、特に、あ、言語が。あの話し始めとかで、今日とか特に会ったんですけど、会ってすぐの時にやばい英語出てこないみたいな。もともとじゃあなんか外国の方、女性とか興味あったんですか？いや、特になんかなんかそういう、特に外国人がいいとかそういうのじゃなく、なんか普通にフィーリング合うなっていうか、なんかいい感じだなって。どういったフィーリングですか？具体的にあります？割と同じ趣味、音楽、服。 2回目会った時とかなんかに、うん、おすすめの映画を教えたらめっちゃいいねみたいななって、彼女も知ってる俳優とか好きな俳優とかがめっちゃセンス良くて、それでうわすごいめっちゃいい。この映画は何だったの？アダ・ベンリケンっていう古い映画なんですけど、あと好きな俳優が浅野忠信が好きで、すごい渋いですね。本当そうなんですよ。性の相性とかは違ったりしますか？Sexual relationship. Can we not talk about that? Yeah, 関連しちゃうんですけど、なんか頻度とかで多いですか？いや、全然そんなとこまで、まあ、関係長くないんで、全然そこまで至ってない。頻度とかが分かるほどまでの関係ではないって感じ。将来的にはどうなりたいですか？どういう関係性になりたいですか？ Yeah, I got the question, but I have no answer. With the flow. Well, yeah. With the flow. OK です。ありがとうございました。ちょっとチャンネル。